マルティン・クリザンは、スロバキア・ブラチスラバ出身の男子プロテニス選手。これまでに ATP ツアーで、シングルス6勝、ダブルス4勝を挙げている。身長190センチメートル。左利き、バックハンドストロークは、両手打ち。自己最高ランキングは、シングルス24位、ダブルス73位。3歳からテニスを始める。 ジュニア時代は2006年全仏オープンのジュニアシングルスで優勝。ジュニア世界ランキング1位を記録。2007年にプロに転向。同年からデビスカップスロバキア代表選手に選ばれている。四大大会では2010年全米オープンで予選を勝ち上がり初出場し1回戦でフアンカルロス・フェレーロに1から6、3から6、0から6で敗れた。 クリザンは2012年に躍進した。チャレンジャー大会で4勝を挙げ、ロンドン五輪でオリンピックに初出場した。シングルスでは1回戦で、アメリカのアンディロディックに、ルカシュラツコと組んだダブルスでも1回戦で、セルビアのヤンコ・ティプサレビッチ、ネナド・ジモニッチ組に敗れた。2012年全米オープンでは1回戦で、アレハンドロ・ファジャオからからからで、 二回戦では、世界ランキング6位で、第5シードのジョー・ウィルフリード・ツンガを6から4、1から6、6から1、6から3で、三回戦では、ジェレミー・シャルディを6から4、6から4、6から4で破り4回戦に進出した。四回戦では、マリンチ・チリッチに5から7、4から6、0から6で破れた。サンクト・ペテルブルク・オープンではツアーで、初めての決勝に進出し、 ファビオ・フォニーニを6から2、6から3で破り初優勝を果たした。2012年年頭の117位から29位までランキングを上げ2012年度の ATP ワールドツアー最優秀新人賞を受賞した。2013年7月のクロアチアオープンではダビド・マレーロとのダブルスで優勝し初のダブルスタイトルを獲得した。年月の BMW オープンシングルスでは 予選から勝ち上がり、決勝で、ファビオ・フォニーニを2から6、6から1、6から2で破るシングルス2勝目を挙げた。5月のニースオープンでは、フィリップ・オズワルドと組んだダブルスの決勝で、ロハン・ボパンナ、アイサムイコールール・ハク・クレシグミを6から2、6から0で破り、ダブルス2勝目を挙げた。全仏オープンでは1回戦で、第9シードの西コリケを7、6、1、62で破る。 結果自己最高の3回戦まで進める。9月のチャイナオープンは準々決勝で第2シードのラファエル・ナダルに67、64、63で勝利した。2016年の ABA のアムロ世界テニストーナメントで500の大会では初めての決勝進出を果たす。決勝でガエル・モンフィスに6から7、6から3、6から1で勝利し、500の大会初優勝。 その後、怪我のため欠場と低迷が続いた。しかし、7月のドイツ国際オープンでは、決勝で、パブロクエバスを6から1、6から4で破り、500の大会で2勝目を挙げた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。